ちょっと待って、何か聞こえてこない？ほら聞こえてくるでしょ。あなたがグレートイングリッシュでいろんな人たちと楽しそうに喋ってる声、本当に聞こえない？オッケーオッケー、このあやこにお任せ。きっと英語が大好きになる片桐流英語術を伝授しちゃいましょう。それでは今日もレッツテイクレッスン、片桐英語のイングリッシュ英語。わわわわ、ハイ、ハローエビバディ。みんな英語で赤点取ってるかな。今回もやってきましたイングリッシュ英語のコーナー。みんないつもたくさんのおはがき本当にありがとう。 Thank you。 ちゃんと見てるからね、 Don't worry、 心配しないで。さて3回目を迎えたこのコーナー、今日は素敵なゲストをお招きしています。こんにちは、藤崎しおりです。 Welcome、 ようこそ藤崎さん、今日はよろしくね。こちらこそよろしくお願いします。このコーナーはリスナーのみんなの英語に対する悩みや質問に答えるコーナーなんだけど、藤崎さんは成績優秀だから、私がわからなくなったら Help me、 助けてね。力になれるかどうかわからないけど、できるだけ頑張ります。はい、それでは1枚目のおはがきです。東京都の塩田修一さんからのご質問。隣の客はよく柿食う客だのような早口言葉は英語にもあるのですか？もしあるのでしたら紹介してください。難しい質問ね。片桐さん、いつもこんな難しい問題に答えてるの？イエー、そうよ、もちろん。でもこのおはがきは今まで来た中でもかなりハイレベルな質問よね。英語の早口言葉か。バス、ガス、バック、ヘッドってとこかしら。へー、そんなのがあるんだ。それってどういう意味？意味まではわからないの。ソーリー、ごめんなさい。バス、ガス、バック。あ、片桐さん、それってもしかしてバス、ガス、バック。はい、それでは次のお便り紹介するわね。鳥取県岩見郡中尾のぞむくんからのご質問。よくありがとうを英語でサンキューとかセンキューとか言いますが、サンキューとセンキューには違いがあるのでしょうか？それは同じ意味の言葉だと。普通の時はサンキュー、すんごく感謝してる時はセンキューって感じかな。そうなの？はい、それでは続いてのレター。大分県大分郡、エペンネーム大分県立きらめき高校 J 組1番さんからのおはがき、ありがとう。私は悩んでます。というのも、私の車に乗る外国の人はなかなかシートベルトをしてくれません。あやこさん、どうすればいいですか？やっぱりあれかな、文法的に考えるとなんなん、シートベルトを指さして強くシートベルトと言えば OK、 大丈夫、絶対ベルトをしてくれるわ。あの片桐さん。 What？ なーに？藤崎さん、このコーナーっていつもこんな感じなの？あっと、ソーリー、ごめんなさい。今回もお別れの時間になっちゃったわ。キャッタギリアイコのイングリッシュ英語では、あなたの英語に関するお悩み、相談事などを受け付けています。これであなたの成績もワンランクアップ。今日のゲストは藤崎しおりさんでした。ありがとうございます。それじゃあ See you、 またね。片桐さん、本当にこのコーナーこれでいいの？オッケーオッケー、 Don't worry, be happy, no problem。